頭からいたよって方何人ぐらいいらっしゃいますか。すごいですか。元気だな。すごい元気で賞をあげたいですね。ねえ確かにね。途中一瞬でも影に隠れた人どんぐらいいますか、その中で。あいお疲れ様ありがとうね。それしないとね、今頃倒れてたかもしれないですもんね。では最後のゴードステージを残して、はい、なりましたが、なります。はい、先生って言われましたけど、なんかあの、それぞれの、はい、紹介も兼ねて、はい、告知をいつもこのタイミングでやってるんですね。はい、そうなので、じゃあキャオちゃん。はい、キャオちゃんでした。ありがとうございました。キャオちゃん、告知なんかありますか。CD の販売がですね、8月3日までと今の CD はなってます。そして8月7日に北参道ストロボカフェでワンマンライブ、チケット残りわずかとなってますので、皆様ぜひよろしくお願いします。明日もライブがあるんで、来週7月10日は、館内のクロスストリートでライブある。ここから唯一ちょっと近めな気がするんでね、近め、もしよかったらそちらにも遊びに来てもらえたらと思いますし、その他にもちょこちょこ、うちのペット付きのワンマンライブとかもありますので、ぜひね、終わった後物販コーナーで見るだけでいいので、手にしていただいたらどうぞって言いますから、ぜひね、ちょっと持っていただけたら嬉しいなと思います。本日ありがとうございました。はい、バロテは今日お知らせいたしました11月12日、横浜市教育会館にてワンマンライブが決定しております。チケット発売が決まりました7月の23日土曜日、この日はクロスストリートですね、伊勢崎町クロスストリートに出演します。その日から、発売になりますので、それまで皆さんスケジュール帳にらめっこしながら、ぜひ挑戦のほどよろしくお願いいたします。そして、つかみちょくがたシンガーソングライター赤穂です。私の告知は、まあ特にあんまりないんですけどライブ結構あるんですが、7月、どうしようか、24日にまた戸塚のマンションの夏祭りがあります。コンフォールの、上倉田というマンションで夏市がありまして、毎年もすごい盛り上がるイベントなんですね。ステージも、いろんな方が出演されまして、露店もたくさん、出ます。お酒も飲めますので、ぜひぜひ、一緒に乾杯しに、いらしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。カホでした。ありがとうございました。で、まあパルテとは同じ事務所でずっとこのデストルフェスカフェやってきたんですけれども、この51回目から、また新しいメンバーで、毎月こう違ったね、ステージを、見せられるイベントに、しようということで、今回一番最初に、キャオちゃんと、上村かなえさんに来ていただきましたが、本当にもうたくさんの方に来ていただいて本当に。2人もまたぜひ戸塚にいらしてください。そうねそうね、1回おきごとに来ますからね。そうですね、私毎回毎回来ます来月ね、来月ねみたいな、毎回来る、楽しみに待ってましょう。はい、というわけで最後の、ステージは合同で、皆さんもきっと知ってるかな、カバー曲をですねお届けしたいと思います。それでは準備はいいですか。緊張しますね、緊張します。それでは聞いてください、大塚愛さんの、金魚花火。